間違いを正すその心は、ああ朽ち果てた草焼きに水を注ぐよ。だけれど意味もなく、それをずっと感じて、闇雲に向かう先、それを支配と呼ぶ。明日は晴れる、きっと雨が降るなどと当たり前、過ごした日々部屋の片隅で容易な刃に触れて、滴る血を眺めていた。一人ずつ